はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト7続きやっていきたいと思います。今回ですね、このね、サールソの、その光ゴケを早くコスサールに持ち帰りでござるということでね、光ゴケ取りました。ね。ガボ、やめときなさい。絶対お腹壊すわよ。これで、この大陸を封印から解放することができるかもね。ちょっとだけ食べていいかって光ゴケを取ってきてくださったんですね。よかった、間に合って。さっさどうぞ、早く中へ。よし、ということで、光ゴケ。お。王様、早まってはいけませんね。もうじき、アルス殿が。む、王様、アルス殿が。おう、これは皆さん、よくぞ戻ってくださいました。今まさにその魔物が。ぬわ！アルス殿、早くその光ゴケを。どこも動けない。光ゴケ。光ゴケどこだ？あったあった。はい、魔物の足元に巻いた。アルス殿、大丈夫ですか？お怪我はないようですね。どうやら光ゴケはうまく魔物の足についたようです。いや、間に合ってよかった。それじゃあ、これであの子の行き先がわかるんですね。あ、早く後を追って。待ちなさい。早まってはいかん。そなたが後を追って何ができるというのだ。いや、我々とて同じこと。アルス殿がおらねば、光ゴケも手に入らなかったはず。ここは恥を忍んで、アルス殿にお願いするしかあるまい。アルス殿、本当によく光ゴケを持ってきてくださった。光ゴケは暗闇にある限り、いつまでも光を放つという。おそらく魔物は北の大灯台に向かったはず。さすれば内部に光る足跡が残っていよう。アルス殿も、今はさすがにお疲れのご様子。大灯台へ出発するのは、一晩ゆっくり休まれてからでよろしかろう。さあ、皆も戻って休むのじゃ。気が気でないよね、絶対ね。はい、ということで、行かせていただきます。お、アルソの、わしの寝室の寝心地はいかがだったかな？はい。でも、それはよかった。いや、いつだったか、シャークアイを止めた時には散々に言われたのを思い出しての。さて、アルソの、ついに、大灯台へ向かっていただく時が来たわけだが、北の大灯台の祭壇には、今、闇の炎が灯されているという。もしそこまでたどり着けたなら、まずは闇の炎を消さなくてはならん。それにはこの世界のどこかで取れる七色の雫という清き水が必要らしいのだが、詳しいことはそこの学者に聞いてほしい。わしが間違った説明をしては大変じゃからな。とにかくくれぐれもご用心されたい。よろしく頼みましたぞ。焦らないであるす。大灯台に行く前にきちんと準備を整えましょう。必ずや闇の炎を消し去り、このコスタールに平和を取り戻すでござるよ。いよいよ大灯台に乗り込むんだな。よし、やってやるぞ。大灯台の上の方には、盗賊などから聖なる種火を守るための仕掛けがあります。大灯台に入ったらとにかく魔物の足跡を追って、それ以外のところを歩かないことです。なんだつまんねえな。おいらは灯台の中いろいろ歩き回りてえぞ。ねえ。学者、見た。七色に雫とは七色の入江という聖なる場所を満たす海水のことを言います。ですから七色の入江へ行けば簡単に手に入れるはずですが、七色の入江といえば最近有名な学者が次のように、書き記しています。この世の中心の海に浮かぶ小さな小さな無人島に七色の入江は存在する。清き水に称えられたその水面は、悪しき心を癒し深き眠りへと誘うという。しかし七色の入江はたどり着いた者はいない。そこは神の領域なのだろうかと。しかし、アルスさんほどの旅人ならもしや七色の入江を見たことがあるのでは？はい。え、アルスさんの故郷の島にその入江が？なんと、なんということだ。では、どうかその入江で七色の雫を取って大灯台へ。しかしその島は調べによると無人島のはずじゃなかっただろうか。はて、アルス殿の故郷の島、この時代だと無人島だったんでござるのかな。そういえばアルス、七色の雫ってどこかで聞いたことないかしら、ね、ということで七色の雫ですね。さて、そろそろ、まあ魔獣の牙とか売ってるね。ドラゴンキラーもあんね。もう今は強いからな。かっこよさが、まあ、お金はいっぱいありますからね。はい、あなた方のおかげで私たちも希望が出てきました。いつまでもこんな毎日は続かないと。さて、はい、それで息子助けるのに防具売るってすごいよね。あ、バイキングメット。え、キャプテンハットすげえ上がんじゃん。袋に入っていない、持っている。
え、上がるじゃん。あ、知識の帽子か。んー、まあ、いいんじゃないかな。氷の盾。お、ガボが上がんね。あ、水の羽衣もあるね。お鍋の蓋だった。厚手の鎧。あ、ここだな。33から142まで上がった。かっこよさランキングとかもあるもんね。じゃあどうしよっかな。まあ、これでいいかな。なんだ、花か。ここかな。キラキラ輝く水で満ち溢れている。はい、すごい清水の瓶からね。本棚さん何してんだろう。なんかあんだよね。よし、まあ、無人島だったらしいね。これってどこに繋がってんだっけ？あ、ここか、そうだ。最初のとこじゃんね。すごいね、まさか最初のとこにね、繋がると思わなかったね。だからこれは昔探してさ、お、青ざめたこと思ったらすごい勢いで飛び出していって。あの、青いところ入ったらいけたっていうね。いた。世界にどっかに凍った、あー、そう、引き上げようって噂だ。まだね、同じだね。行きますか。ポスター。いよいよ完結かな。もう全部捕まえたようなモンスター。プチシリーズ。あとじゃあここ攻略したら青い石板取って、まあコスタールでね、お金稼ぎできるんだけどね。まあこんだけ装備品あれば大丈夫でしょう。渡すんだっけな、学者に。信仰を妨げるってことは世界を救う邪魔してるってことだぞね。イデアがなんとなんということだ。では大灯台。あ、そっか、大灯台か。ここじゃないな。じゃあ大灯台行きますか。けどね、牙の前になっちゃうけど、ね、
よし、じゃあまたモンスター捕まえながら行きますね。新モンスターいると思いますけど、多分、祈祷師的なものがいた。まあ、祈祷師の色違いかな。うお、でっけえな。これが灯台ってやつか。灯台。お。うお、ちゃんと光ってるぞ。この足跡を追っていけばいいんだな。さあ、アルス、足跡からはぐれないように気をつけて進みましょう。アルソの、今は闇の炎を消し止めることが先決でござるよ。まあ、そうなんだけどさ。宝回収はね、絶対やるべきことだからね。お、骨がある。骨が痛いよ。あ、井戸魔人。井戸魔人がいるね。やめて。どうやって井戸持ってきた。まあ、井戸ね、担いで歩くもんね、あの人ね。モンスターズで歩く姿見れるよね。お、ツボック。これで懐く。効き目がなかった。でもなんか効き目ありそうだよね。だってミミック入ったもん。これ実は裏で効いてるっていうバグとかない？効き目ないって書いてあるけど、聞いてっかもしれないね。だミミックってあれどういうあれで入ったんだろう。たまたまかな。普通にあの判定で入ったのかな、あれは。え、確定で入んのこいつ、もしかして。悪魔の壺入ったでしょ。あとエビルバイブルぐらいか。さて、思わぬフリーズによりちょっと焦ったんだけどね。ここまで来ました。で、ツボック今倒したら仲間入んなかった。残念。やっぱり運だよね、あれね。だけど後で出てくるからね、あいつはね。このゲームだけど、まあ、雑魚キャラで出てきますんで、後で。だからこれ特殊なさ、ツボ割って出てくるのとかだったら、まあ、なんだろうね。まあ、仲間なるときはなるんだけどね、今みたいな確率でね。さっきの確率だったね。今もう一回5回使ったけど、裏で実はバグって効いてんじゃないかっていうね、ものはなかった。ああ、ここええな。あ、なんで小さなメダルで バグんだよね。さっきツボクもったいなかったな。まあ少年か。何回もリセットして入るまでやってもいいけどね。まあ入る、まあそのうち出てくるでしょう。井戸魔人捕まえたのも消えちゃったわ。お、地獄のピエロ、初だね。なかなか出現率はそんな高くないんだけどね、壺とかもね。出てこなくはないですけど。ピンポイントヒット。
まあ、つぼくんの呪いかかったね。しょうがねえか。お、まあ逃げるでしょうね。初はぐれだね。まあしょうがない。あれは魔物ならしで逃げなければ、まあ2ターン逃げなければ捕まれないですよね。ですね、なかなか新モンスター出てこないね。井戸魔人せっかく出てきたのに。おお、魔女の声。外にはなんでいないんだろう。あの宝を取らないとね。ああめんどい。ああめんどい。あそこめんどくせえな。いけっかな。今だって感じだよね。宝箱を取って今だ今だ。地獄のように結構戻されんだね。まだ会ってないモンスターいるからね。はぐれメタル捕まえるまでやったらすげえ下手したらレベル上がっちゃいそうなんで、魔人斬りだって当たったら倒しちゃうじゃん。あれいたんだよね。案外強いね。ドン。でもあのタイミングでバグるのはちょっとショックだよね。たまーにフリーズしてたけど。お、エランライナー初だね。
もうマジかよ。早いって。もう、賢者の質使ってから直せよ。イドマジン捕まえねえと。お、なんだ、あ、ウルフデビル、あ、いつぐらいのボスモンスターですね。バットと、アルズっぽいな。あ、34になっちゃった。もういいんじゃない、ここまで上げれば。こんぐらい上げればもう十分でしょ。上げれば自分っていうか上がっちゃったんだけどね、こんなことやってたら。行き合いか。さっき殴った時に音怖かったね。なんかね、あの音ずっと取っといて、なんかに使ってやろうかな。ちょっと釣りの名前覚えてないんで、怒涛の羊になっちゃうんだけど。まあ特に倒す順番考えなくていいんだったらね、今みたいな感じで倒せますけどね。さて、ここなんかあったよな。ないっけ、階段ないか。嫌だねー。まあ全て取らせていただきますか。モンスターちゃんと待ってたんだろうね、これ。律儀にね、はい、すれ違い、ここのすれ違いざまで取るしかないんですけど。マジかよー。すげえ落っこちたいんですけど。ドゥドゥ、間に合うか。で、間に合った。よし。イエーイ。着いたね。
そう、なんだありゃ。変な色の炎が燃えてんぞ。あそこに見えるのが闇の炎。さすがにまがまがしいわね。どうやらここが大灯台の最上階のようでござるな。さて大丈夫かな。行きませう。はい。目の前の祭壇には闇の炎が怪しく燃え盛っている。七色に静か。とにかくこんな世界を作り出した魔物を早く倒しちゃいましょうよ。ここに魔物に変えられた子供たちがいるんだろう。早く助けてやろうぜ。うむ、なんとも異様な世界でござるな。ここに魔物に変えられた子供たちがいるんだ。ああ、一緒か。助けてやろうぜ。はい。ふん、やっとここまで来おったか。まったく待ちくたびれたわい。そろそろ赤ん坊の相手をするのも飽きたしな。少しは骨のあるやつがこの国をうろついているようだと思い楽しみにしておったところよ。それにしても遅い。お前ら遅すぎる。ゆっくり楽しんで殺そうと思っていたがもう一気に終わっちまえ。はい、バリクナじゃ。わ、でっけえ魔物だな。あのムチが痛そうだぞ。あるし、しまっていこうぜ。しまっていこうぜ。この気配は一筋縄ではいけそうにないでござる。気を引き締めるでござるよ。いかにも腹黒そうな魔物ね。どんな汚い手を仕掛けてくるかわからないが気をつけていきましょう。よし、じゃあ行こうか。じゃあとりあえず剣の舞、剣の舞、そのたバイキルト、ジェモン、そのた作るとか。どうすか。ダメージ系なんかなかったっけ。このメラミぐらいしかない。あ、もうメラミあんまり役立たない。強すぎんだね。やっぱりあんまやりすぎんのもよくねえな。すげえ大変な苦労して、やっぱね。まあなんか倒すのが醍醐味かなっていうような気がするけど、まあいいや、しょうねえや。あ、なぜだ、なぜこの俺が弱いからだよ。しかしコスタールが復活してもシャークアイの船は氷漬けのまま。グワッハッハッ、グワッ。さて、井戸魔人とかも回収しないとね。おお、赤ちゃん。ねえ。こんなちっちゃかったな、うちの子もな。こんなちっちゃかったけど、今やもうバタバタ歩くもんな。